路線終端部、勝田線愛井駅名表名所案内駅前海駅は、福岡県かすやぐ海上海5丁目にある、九州旅客鉄道おかしい線の駅。駅番号は、JD16。同線の終着駅。かつては、比較的大規模な駅であったが、現在は大幅に縮小されている。1985年に廃線となった勝田線も海駅を設けていたが、 建設した会社がそれぞれ別であったことから、同じ国鉄路線にもかかわらず、カシ線の駅から100メートル程度離れた場所に置かれていた。駅員の配置は、カシ線の海駅で行われ、例例は、勝田線と指定されていたという。国鉄時代には、類似する構造の駅が当駅を含めて、天ヶ崎駅、浜川崎駅、石巻駅の4駅存在した。 現在もそのままの駅は、浜川崎駅のみで、天ヶ崎駅と、この海駅は、片方の路線が廃止され、石巻駅は統合された。一時期、折尾駅で、筑豊本線と鹿児島本線の直通列車の通る、短絡線に、駅舎とホームが設置されていた時、同一駅が向き合っていたが、ルート変更で並列化統合されて消滅している。かつては、大きな駅で、 機関車の木回し線や貨物施設、木回し線にもホームの跡があり、ちょうどに再利用されていた。この木回し線の先で、勝田線が全通以前に連絡線もあって、貸し井線経由で石炭輸送を仮営業。貸し井線側の駅には大きめな開業時からの木造駅舎が建っていた。一方の勝田線の駅舎は、早くから小さくされてブロック済みの粗末な駅舎に、 建て替えられて最終日を迎えていた。現在は駅舎に接した短式ホーム一面一線と側線一線を有する無人駅で異常時には遠隔操作に対応している。新しく建て替えた駅舎は海八万宮に沿って鳥居のような形をイメージして作られている。2009年にマルス導入により緑の窓口が設置されたが2015年の無人化に 伴い廃止された。守護課の利用が可能であり、チャージや無記名守護課の発売も行っている。液晶ディスプレイ式の小型発射表と自動改札機が設置されている。ただし、自動改札機は無人化と同時に、時期券投入口が塞がれたため IC カード専用である。2020年度の1日平均乗車人員は1529人で、 あり、JR 九州の駅としては、第94位である。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。駅自体の規模に対して、駅前広場が、やや広い。これは、勝田線跡や勝田線の当駅の土地を活用している、ためである。勝田線跡は、道路の一部となっていたり、自転車道として整備されている。海駅前にも、 バス乗り場が存在するが、UBOS に隣接して展開場を備えた上、海バス停があり、こちらで折り返す便も多い。なお、JR 海駅を通るバスはすべて上海も経由する。また、海町役場が近いこともあり、コミュニティバスのハピネス号は、4ルートすべてが JR 海駅に乗り入れる。JR 海駅、上海経由上海発着、経由。 京弁鉄道運輸開始、官報1919年5月27日、地方鉄道駅名解消、官報1919年12月6日、門鉄、来月から急線区で合理化25駅、無人開拓川5駅、交通新聞、P1、交通新聞、P1、貸し線の各駅が、スマートサポートステーションに変わります。九州旅客鉄道、 オリジナルの2019年1月20日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20190120043047/http://www.jrqq.co.jp/.news/.pdf/.m185.pdf2020 年2月7日閲覧主語化利用可能エリア、九州旅客鉄道。 平成28年3月26日時点。駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。P12021 年9月9日閲覧。海町福祉巡回バス。ハピネス号海町。2010年12月20日。博多バスターミナル発の一部の便は上海止まり。南福岡駅発は全便乗海止まり。ありがとうございます。